えー、こんにちは速軸の久保でございます、えー、今回体の枝に限らないんですけども、まあ、ブロックチェーンを使って、まあ、これからね、まあ、メタバースというものがあだんだん広がっていく中でムーンショット計画っていうのがねこちらの方は2030年頃までにあの国民1人に対して10のアバターを、まあ、作っていくということなんですよね。 まあ難しいことになりますので、詳細は各字でお調べいただきたいんですが、このムーンショット計画に対してですね、まあ被害妄想と言いますか、ちょっと勘違いされている方もいるんじゃないかなと思いますので申し上げますけども、優秀な方のアバターは10人でも20人でも欲しいんですよ。いろんなマルチで能力を持っている方はね。まあけど、そうでない方のアバターは残念ながら必要ないということになるんですよね。 まあそこがねすごくちょっと冷たいところと言いますか効率的と言いますかね、えー、まあちょっとこ人間味のないと言えばないんですけどもあの、まあ、例えばねたくさんのことを画策、まあ、したり行動できる人当然収入はその人は高いわけなんですよ。で高い収入でやっぱり、えー、自分のことを教育できるんで実習ができるんでねさらに多角的なアクションが起こせるわけなんですよね。 でもそういう方でも1日は24時間しかありませんので、うん、まあ全部を全部進めるわけにはいかないんですよでもこのムーンショット計画によってそういう人が10や20の特筆を全て実行できるんだったらこの国に対してかなりのメリットを提供してくれるんではないかなっていうのが、うん、このムーンショット計画なんですよねまあでもねあの自分の生活に行き詰まってる人とかなかなか自分の夢や行動が まあ見出せななないいいう方のアバターは逆にいらなくなるんですよねで。そういう方はまず自分の暮らしをしっかりと一人分立て直してくださいということでこのムーンショット計画に入らないということになると思うんですね。まあ、もちろんこのムーンショット計画ってのはまだまだおぼろげでですね、えー、十分に理解が進んでるものではないんですけども、まあ、こういうふうにアバターっていうのは 増やせば増やそうと世の中が豊かになったり便利になるからこそ増やすわけであって、まあ、例えばねあのもう今は生活に困ってらっしゃる方とか、まあ、今日をしのぐ明日をしのぐっていう方が10人20人と増えたらこれはね困る人が増えるわけなんで、うん、そういうのは本意ではないのかなと思うんですよね。まあ、今回はあの体の間の話ではなかったんですけどもこれから来るべき時代に。 いろんな理解を私たちも進めていかないといけないなってことでちょっとお話ししてみました。それでは今回は以上です。ありがとうございました。